青森のさよりです。青森からね、さよりくんの結構珍しいですね。青森の魚はね、結構うちは好きなんですけどね。よいしょよいしょ。さよりはうちで唯一ですかね。こちら大名おろしをするお魚ですね。身が細いんで、こう一発でスパッとさばいてあげますね。この時に身がちゃんと取れるコツは包丁の角度ですね。こっちはこっち側を切るときは先っぽを下側にちょっと向けてさばいてあげて、こっち側は手元を下側に向けて、よいしょ、スパッとやってあげると身が多めに取れますね。まっすぐやっちゃうと背中のとこの身が一緒に持ってくれちゃうんで、やってみるといいですかね。腹骨を取ってあげて、まあ、お腹のとこちっちゃいんで薄いんですけど、頑張ってこう取れるといいですね。今回のサヨリはかなり身が締まってるサヨリですね。まあ、結構珍しいというか、青森はやっぱり関東地方だと評価がどうしても低くなっちゃうお魚なんですよね、青森県のやつは。輸送とかの関係でやっぱり鮮度が下がってしまうんで、評価が下がってしまうっていうことなんですけど、ただやっぱり青森の魚美味しいんで、ちゃんと使い方を考えてあげて使ってあげると美味しいですね。うちなんかはちゃんともう来た時から水分管理をしっかりやってるんで、これで仕入れて、3日目ですけど、だいぶまだ身がプリプリしてていい感じですね。魚の鮮度の低下には結構水分、水が関係してるんで、水分量を減らしてあげるとしっかり持つし、旨味も強くなって美味しくなりますね。今日のサヨリはちょっと大きめですね。大きめなんで一貫で握るか迷っちゃうところですけれども、2貫にすると多分ちっちゃいんで、まあ大きい1貫っていう感じになっちゃいますかね。サヨリの骨も割と簡単に抜けます。まああんまちっちゃいんで見えないですけど、指で触って、よいしょ、こんな感じですね。先ほどの水分の関係で水を取ってあげるペーパーをちゃんと敷いてあげてからやると、余分な水分は吸ってくれるんで、この後でも、まあ、身がキュッと締まりますね。でピッチリとラップして空気を抜いてあげるのがポイントですね。こんな感じです。